どうもなおちんです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。本日西の都の周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています。次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実像人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとごはんは決意も新たに修行に励んでいた。よし、それじゃあ修行を始めるか。今日は何をします？手合わせですか？それも大事だが、やっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしい。そこから始めよう。すみません、なかなかうまくいかなくて。今日は慣れるといいんですけど。そんな簡単にはいかないさ。大丈夫、じっくりやっていこう。きっかけがね、大事なんだもんね。今のは爆発音。人造人間か。またしても街を許さない。ごはんさん、行きましょう。いや、またスーパーサイヤ人になれないトランクスを奴らと戦わせるわけにはいかない。俺が行ってくる。君はここにいるんだ。ごはんさん、僕も一緒に行かせてください。君はまだ奴らと戦うには早い。ここで待つんだ。でも少しでも助けになりたいんです。お願いします。分かった、遅れないようについてくるんだ。だから無理はするなよ。はい。トレーニングルーム上から順番にやってます。95のダーブラだね。ダメージはおお、ちゃんと受ける。でも若干しか減らないなそれぐらいじゃ俺には勝てないぜ。おお、ダメージはしっかり入るのかい、こっちは。あ、入るこんな入ってどうする？ちょっと待って、スラシュダウンキックがやっぱね、トランクスはこれがいいんだ。お、何？バビリだ。お、強化されてる。強化したら相当ダメージ食らうんじゃないかい。おおお、そこ、レベル差こんだけあってそんなに食らうか。あ、いった。ちょっと待って。ほう、どんなことするの？いや、別になんもない。はいはいはい、そういう感じか。え、何それ？なんかそんなことするガンダムみたいなのがいたような気がするけども。いや、全然離れてれば問題なくいける。おお、またそれか。そろそろ向こうのヒートアップも終わるでしょ。終わったところを一気に叩きましょうか。おお、あ、なにこっちのバビリーがな、こっち来とるぞ。なんやあいつ、何バビリー倒せないんかい。ああ、捕まった。おお、そこそこダメージ受けるよ。マジでか、結構強かったな。